この自転車のシミュレーターはですね、今自転車 のサインを研究してまして、自転車を誘導するための案内サインですね、これをどれぐらいのサイズでどういうふうに見つけたらいいかというのを研究してます。そのために今これ、奈良の道なんですけども、奈良で今観光用の自転車のルートを設計していて、で奈良県全体で500キロぐらいのルートを作るんですけども、そこへずっとつけるサインを今、提案して、その際の、効果をいろいろ測るためのですね、シミュレーターになります。で、サインはですね、自転車の場合ですね、いろんな人のスピードが違うということと、それから実は、目の位置、目がどこを見てるかっていうのはいろんな人によって違うんですね。で、路面が結構自転車にとって分かりやすいと言われてるんですけども、路面のサインだと、大変擦り切れたりしてどんどん消えちゃうので、ここにあるんですけど、ポールのサインですね、目の高さ、自転車の目の高さ、150センチぐらいの高さに合わせて設計する。その時に あまり横幅を大きくするとですね、こういう低いサインをつけさせてもらえないので、横幅を狭くして、柱状にして作るっていうような工夫をしています。そんなそういうサインでちゃんと自転車が見渡さないで、ね、見てくれるかどうかっていうのを実験しようとしています。交差点に向かって、ずっと近づいているときにどの付近ぐらいからサインが見られるかっていうのを、これ彼は見つけてませんけど、アイマークレコーダーっていう目線を測る機械をつけてもらって、どこからサインに注目するかみたいなことをやっています。特にああいう緑色の、自転車マークですね、アイマークはアイキャッチになって、あそこからだんだん、注目していくことがありますので、ああいう色合いをどうするかとかですね、そういうのしてます。これ道路のデータは先生と学生さん自らそうですね、学生が作って、このコーラメイトの簡単にできますから実際に、これ実は現地でこういう実験をやった場所なんです。すでにもう、何人かの人がサインをいろいろなサインに対して、走って見落としたり見落としなかったりするという実験をしてるんですね。それを、もう一度ここで再現をして、もっといろんなサインを変えながらやろうとしています。奈良の方のサインは一応大体固まって、これからもう今年の整備が始まるんですけどね、これ以外だからそれ以外のサインのサインをつけるかとかですね、今、もうちょっと困って嫌な感じの注意喚起のサインといって、自動車が出てくるようなところに安全に確認してもらったりするんですね。そういうのだと、ああいう案内板と違って、もっと奥手前から見て、本当に注意だということが分からないわけなので、どれぐらいの大きさで必要なのかということが検討されます。これは、奈良県にやっているのは、自転車観光を、促進しようということで、県内全部に自転車ルートを作って、自転車で回ってもらえるように奈良県を作りたいというと。奈良って奈良市から飛鳥まで20キロぐらいなので、自転車で走ると2時間ぐらいでずっと行っちゃうんですね。その辺りをずっと回ってもらうような、ルートを作ろうというそうですね、シミュレーターが入ったので、いろんなタイプの実験がかなり効率的にできるようになりますから、それによって、サインの種類をいろいろ変えながらですね、どんな風に配置していったらいいか。特に交差点の手前で安全を喚起するようなサインをどういうふうにつけたら実際に止まるように見えるかとかね、そういうところが多分ああいうシミュレーターでないと難しいので、実験自体は現場でやってたら怒られますので、いろんな、サインをですねやっていきたいと。それからもう一つがそのさっき話をした ITS ですね、はい、車が出てくるときにピカピカ光るみたいなやつですね、これもシミュレーターがあると実験できますので、はい、それをそういうのを実験に使っていくということを考えています。要するに SDK も含めていろんなことの可能性が我々いろいろ、自分たちに向けて改良できるようにオープンなシステムになってますよね、はい、その辺は非常にいいんじゃないかなと。他のシミュレーターですとなかなか全部やっぱりお願いしないとダメだということがありますよね。その辺がかなり開放されてるっていうことですかね。それで、我々まだまだそんな開発できてないんですけど、その辺はですね、そういうところが期待していることと、
それから、まあ結果的にうまくいったんですけども、その、センサーとのつなぎ具合とかね、そういうところについてもある程度情報をいただいて、で、結局はゲームコントローラーを、改造するっていうやり方が一番安上がりだったので、できて、まあ、それもうまくつながりましたので、まあ、その意味で言うと、使えたなっていうのが大体の評価でして、あとはまあ本当に、現実感を出すためのいろいろ工夫ですよね、その辺も、これはシミュレーターになる前の吉本ロードの時代からもうかなり作り込むのが、学生さんでもちょっと、2、3週間習うと作れるようになるっていうね、その辺はよく聞いてましたし、実際そうでしたから、まあこれが本当に使えるかどうかというのは、シミュレーターでその要するに、事故をですね、安全性に関する分析がどこまでできるかっていうのが多分課題でしてね、事故現象、まあ教習所なんかでよく今事故のための自転車シミュレーターとかちっちゃいやつやってますよね、まああいうのに対して、ああいうので今度大画面でやりますから、その安全確認に対する状況とかね、だからそういうのを、あれでやれるかどうかっていうのを今度トライしていくという考えです。その時、やってくる車とのタイミングのとかですね、どういうタイミングの時に見落とすとかですね、本当にちゃんと視線がそっち向いているのかどうかとかですね、そういうちょっと、アイマックレコードと連動させたような、研究に使われていけるかどうかというのがこれがトライなんです。